女の子に大概リボンか別番なのそうだね当時は少女漫画どっちかでデビューしたかったって人がマーガレットではない、うん、別冊マーガレットそこはな週刊マーガレットより別冊マーガレットの方がやっぱ少女漫画前としてたのね、うん、週刊誌ってねあんま少女漫画でまあ週刊もやってたんだけどやっぱり、ね、基本女の子って1ヶ月に1回ぐらいこういう厚めの雑誌をゆっくり読むのが好きなんだよねだから週刊誌っていうスタイルはやっぱ少年漫画の方が向いてるライバルが出てきてこう計算しちゃってまま話が進むみたいな、はい、少女漫画みんなガラスの仮面じゃないから、はい、そんな恋愛漫画でね次々と聞けないんだ毎週毎週、うん、ベルバラみたいに載ってた頃までよかったの、はいうん、だけどそっからアイビー漫画とかラブストーリーが中心になってってそれやっぱ毎週毎週続けていくのは相当雑誌がきつかったと思う結局この話ってやっぱ手塚治虫から始まっちゃうんだよね手塚先生がリボンの騎士書いて、うん、その後、まあ、すぐに龍神沼でしょ石森章太郎でしょそうだねスノブ聞かせたい人はまず龍神沼を覚えてください龍神沼って知らないです知らない知らない石森章太郎の龍神沼っていうのがもうとにかく革命だった革命だった、うん、それまでの少女漫画っていうのはなんかこうママ母にいじめられる少女の話赤塚先生が売れない頃に書いてたやつやそうかわいそうな少女の話っていうね基本赤塚先生が少女漫画の書き方っていうのをこう書いてたんだけど、うん、なんか少女は基本的に悲しい物語が好きなのでちょっとそれさ固定概念すごくねそうそうそうほんとそうと思って、ね、そのくらいだったんですそういう時代だったねそれに怒ってたのが里中真知子そうだね貧乏な女の子に綺麗なドレス着てこう出てきたりとか主人公が、うん、こうバレエ漫画のタイトルの横丁に怖くて悲しいバレエ漫画とか意味不明なこと書いてとにかく少女漫画だってバカにしてるわよって怒ってたのが里中先生であの辺の人たちが自分たちが書くって言ってどんどん変えていったんだけど大昔は男の人が少女に向けて書いた漫画だったの、うん、だから少女の感性としてはちょっと相当物足りなかったんだと、ま、ずで面白いのが手塚先生の直後は時は総世代じゃん、はい、で時は総に唯一入ってた女性が水野秀子さんで、はい、この人は石森章太郎と組んで漫画を作ったりとかしてそうそうアシスタントもやったりとかやってて、うん、この人が、まあ、中心となってね、うんまあ、少女漫画ルネッサンスを起こしていくっていう、うんうんまあ、そっからの流れでファイヤーですよね24年組はみんな水野秀子先生の影響下から入ってこれがすごい、ね、グラムロックだよねで60年代に60年代のカルチャーを書いてだから90年代の渋谷を90年代の女子高生が書くみたいな感じだよ本当にそういう流れで出てきちゃったのが水野さん、まあでも水野さんはその作品を書く前に銀の花びらとかちょっとこういろいろ書いてるねどっちかってこう王女様出てくるこうロマンとか割と洋物かぶれの女の子がわーって憧れそうなものを書いてたお姫様が出てくるようなだから水野先生のおかげで昔の少女漫画外国ものが多かったのそうなの水野先生からなんですかそう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 今はもうみんな外人の漫画なんか書かないじゃないですかほとんどジャニー系じゃないですか、うんうん、でもあの当時は水野先生が外国ものを書いててそのせいで男の子がポールだったり女の子がなんとかオリキャンディーキャンディーとベルバラになるわけだからフランスとアメリカになるなるほどもっと無国籍だったけどね昔の少女漫画ってそうどこなの一条先生の漫画とか本当にわけわかんない一条先生はどこだかわかんないね読んでて学校がトラディショナルハイスクールって書いてあるから、うんアメリカなんだと思ってもキャラクターの名前がロジェとかベルベッタとかあそうそうそうお母様がマダムソフィアハラスかよみたいなそんなノリなの、うん、ママ母系の暗い漫画からみんな抜け出したかったから柚木ひかる先生と森田純先生と一条ゆかり先生っていうのがリボンの第1回の受賞者なんだけど、はいはいはい、3人ともみんな外国もの書いてて柚木先生と一条ゆかり先生が2人とも準入選で賞金優先分け合ったなのに柚木先生はなぜか一条先生のアシスタントをやらされるというね一条さんが先にボンって売れちゃったんですよ、はい、で柚木さんは売れるまでちょっと時間かかったから、ね、すごいよねあの辺は自分の漫画もう売れてんのに友達の漫画手伝いに行くんだよねそうそうそうあの当時は多分編集部とかたむろしてて、うん、で誰々の先生がピンチだからって言ったらみんなそこに漫画描くみたいな感じでいい時代だよね実を言うと学生運動の世代前みたいなその中間にいるのが47年生まれの池田理代子さんなんだよこの辺が学生運動のことを漫画にしてるんだけどその下がさらに学生運動直撃とそれ以降のものすごくエネルギッシュな知的なインテリ階層の女たちっていうのが現れて時和荘はもう一個前なんだよそうだから時和荘の後に女時和荘が誕生するのが、うん、団塊世代の頭のいい女たち軍団の中から生まれてくるそうですそれが昭和24年生まれだったんだよみんな、うんはい、大体その辺に集中してたでそれが花の24人組って言われてここの話が分かってないと少女漫画は語れなかったんだよね素晴らしい恐ろしいことにその中心人物がなんと萩尾元と竹宮恵子これが仲良くって、はい、一緒に住もうって話になったのが大泉サロンで、うん、一緒に住もうって同じアパートに住んじゃおうよっていう話になるわけだよ、うん、これが伝説の少女学館の担当
ットで編集者で有名な山本純也さんっていう人がいてね、うん、その人がかき集めた、うん、そのメンツがやっぱすごくて、はい、いろんな人が大泉に集まって大泉サロンから革命を起こすという、そこに大島由美子がいてっていう、まあ、萩尾さんはちょっと突然変異というか、ね、突然少女漫画のレベルをグッて上げたものすごい人、女手塚、やっぱ萩尾先生の前に萩尾先生みたいな漫画を描く人はいなかった、いなかったんです、いなかった、手塚治虫しかいなかったと、手塚さんとも違うんですよ、それまで少女漫画っていうのはある種ちょっとこうバカにされてたというかね、なんかこうお目目キラキラしてこう箱物の話で出さないみたいな、男から見ると恥ずかしいものみたいなイメージだったんだけど、例えばその時代にもこうすごい作家さんがいて、八代雅子先生とかこう木村みのり先生とか素晴らしい作家いるんだけど、ただあの二人っていうのは少女漫画家なんだけどちょっと青年漫画寄りなのよ、そこが違うんだけど、萩尾さんと竹宮さんっていうのは少女漫画の華やかさを残しながらすごいレベルを上げたっていうところがすごい、ちゃんと少女漫画でありながらレベルがすごく高いっていうのがあの二人が最初で、基本的にこの二人ともめちゃめちゃ文学少女って、腐女子が登場する前の世界は文学少女っていう存在があったんだよね、本ばっかり読んでましたっていう人、うん、で、まあ、ギリシャ神話から近代文学まで全部読んでますみたいな人なんだよ、まあ、竹宮さんなんかね、岡田文子さんの影響をすごい受けてるんですよ、お、うん、で萩尾先生はこんな手塚って言われてるから、まあ、手塚さんが多いんだけど、初期の絵柄は完全に八代雅子さん、竹宮さんと永井豪が初期の、まあ、石森章太郎を支えた二大巨頭、なんでかっていうと、その石森さんの描く少年っていうのが BL の元祖なんですよね、うん、僕よりちょっと年上の女性の漫画家さんってみんな石森さんの描く少年が好きなんです、なんかレイがあるね、なんかさんの健康的な感じよりも、ね、もうちょっと繊細な純っていう実験作があって、あれに出てくる男の子もそうなんだけど、女の子がメロメロになる男の子を最初に描いたのが石森で、竹宮さんも完全にその石森さんの少年の虜だったわけですよ、 そうね、それで弟子になっちゃったみたいな、ね、この当時はウィーンが少年合唱団とか流行ってて、あったね、ああいう外国の少年にすごいときめいてたんですよ、うん、当時の腐女子っていうのはね、うん、みんななんか少年同士の愛を描きたいって思いながらもなかなかそれを踏み出せなくて、踏み出しちゃったのが竹宮さんなんです、そう、うん、これはガチでぶつけた、しかも内容がちゃんとしてたのよ、ちゃんと裏に人間ドラマをしっかり書くことができたんで、 BL だけで遊ぼうとしてたわけじゃないんだよ、差別とか、その当時映画でほらベニスにシスとか出てきて、ビスコンティのちょっと耽美な世界っていうのが少女漫画の中に浸透して、そうだね、70年代といえば耽美だからね、耽美だから、で萩尾元先生はやっぱり突然変異ってさっき突然変異ですおっしゃったんですけど、漫画の文脈じゃないものを持ってきた、うん、小回りとか、うん、あとモノローグの使い方とか少女漫画の表現のありとあらゆるものを多分一番最初に変えちゃった人ですね、あと本格 SF とサスペンス入れてるんだ、そうそうそう、11人がいる、うん、読んだんですけど、うん、あれ手塚治虫の漫画じゃねえかって思ったぐらい手塚治虫っぽかったんですけど、うんうん、もう本人が手塚のマニアだって言ってるぐらいだから、あれを乗っけた当時の少女コミックすごいよね、本当にすごい、年を取らない永遠の14歳なわけだから、まあエヴァンゲリオンに繋がってく感じあるよね、ああ本当だ、萩尾さんの漫画の中では半身っていうのがめちゃくちゃ好きなんだ、野田少女の内面の二面性というか 内界を描いてるんですよ、あ、うん、例えばちょっとアバズレなジルベールみたいな、うん、それはダメだって思って貧低層を持ってるセルジュみたいなキャラクターっていうのが思春期の女の子なのに2ついて、うんうん、最終的にはジルベルが死んでしまうんだけど、うんうん、まあそこで大人になるっていうかな、うん、そしてこの2人の作った大泉サロンつうかね、もっと重要な人結構いて、大島さん外すわけにいかない、うん、大島さんの絵画表現っていうか、普通の少女なんだけど実は猫ですよっていう、ルックはこうなんだけど実はこうじゃないみたいな、うん、高度なことを始めて、これは高野文子と同じ時期ちょい前ぐらい、うん、大島さんってデビュー当時はすごく、うん、涙頂戴漫画描いてたわけ、だけどつぐみの森っていう作品から急にガッてレベルが上がったの、なんでかっていうと萩尾元を読んだ、そうだね、じゃあここ接触したのね、大島美子さんの作品の中で一作だけ、うん、これは萩尾さんに似すぎたので乗っけてませんっていう漫画があるの、コミックス確かにまあ似てるんだけど、でもそこまで引っ込めることもないんじゃないかなって僕思う漫画なんだけど、うん、そのぐらいやっぱり萩尾さんが好きで、だからやっぱり少女漫画の文学性みたいなものを最初に持ち込んだのは萩尾さんで、24年組もみんなやっぱ萩尾さんの影響受けてるって思った方がいい、うんうん、ここにさ山岸涼子さんと青池康子さんがいるんだよ、そうなの、でも青木さんはデビュー当時は普通の少女漫画だったんですね、あ、そうなんだ、うん、エロイカとかからガラッて変わっていきなり足が長くなるんだよね、大島さんはね、付け加えると、うん、ミモザ館で捕まえてっていう漫画で初めて髪の毛が真っ白で病弱な感じの男の子っていうのを主人公にしたんですよ、それまで大体こう漫画の男の子っていうのはこう黒髪で、うん、それが大体主人公と最後くっつくっていう話だったので、白髪はなんか悪いやつだったんですよ、主人公たちをちょっと惑わすみたいな、意地悪な金髪とか出てくると、うんだいたいそれは主人公の中を描き回すキャラクターみたいな、だけど、ね、女の子って実は髪の毛ふわって白くて病弱な繊細な男の子好きなんだよっていうのを、うん、なかなか表現できなかったのかな、それを最初に表現したのがミモザヤカタっていう漫画で、うん、そっからバッてみんなミモザヤカタの主人公みたいな漫画を描き出
出したんですよ、一条さんも含めてみんなが。そうなんだ、それが一番語られなきゃいけない。漫画業界って本当に一人が革命を起こすとみんな一気にそれになる、はい、一気にいくの、要はどう表現したらいいか分かんない、だから 2D でどうするかっていう問題をみんなでやっていく中で誰かが突破口を作る、うん、みんなそこにわーっていくっていうのが続くっていうね、うん、ある意味24年組のルネッサンスはいろんな形でいろんなブレイクスルーがそこで起こったっていうことだよね、うんうん、その時にもうほぼすごい才能が出尽くしてしまって、うん、もう超ルネッサンス、今の少女読者たちがこれ読んで理解できるかな、すごく偏差値が高い漫画なので、偏差値が高いな、うん、だこれについてこれるかどうかがイケてるかどうかっていうのがあったわけ、うん、あこれかった、三原淳さんはみ出しっ子っていうすごい漫画があるんです、はい、であれもほぼ哲学書なので、とにかくキャラクターが悩んで悩んで、もう作者が痛めつけるだけ痛めつけるんだよね、キャラクターを、うんうん、今の読者さんはそこまでその痛めつけたらまず怖がって読まないじゃない、うん、今の子ってすごいストレスが弱いっていうから、うん、例えばちょっと悪い人が出すともうダメみたいな、うん、もうみんないい人で構成しないと今の漫画ってこうなかなかネーム取んなかったりするんだけど、当時はもう本当にもう主人公これでもかっていうぐらいいじめて成長させるっていう漫画だったんですよ、うん、そうそうそう、だからその最大たるのがもう三原淳先生、うん、そうだったね。